コストコの巨大肉で本格チャーシューを作ります。まずは材料の紹介。カナダ産三元豚、肩ロース 2.2kg、 塩、胡椒、まんべんなくまぶします。密閉袋に入れ、1時間ほど冷蔵庫でなじませます。漬けダレを作ります。鍋にどんどん入れちゃいましょう。火をつけて一煮立ちしたら休ませます。なじませた肉を取り出し、余分な水分を拭き取ります。表面に焼き目を入れます。その間にフライパンの油を拭き取ります。フライパンに戻して水を入れます。アクを取り除きます。落とし蓋をして1時間茹でます。串を刺して透明の油が出れば OK です。耐熱密封袋に入れます。漬けダレと香味野菜も入れます。しっかりと空気を抜きます。1時間以上漬けるとしょっぱくなります。照り出しのタレを作ります。タレによく絡ませます。完成です。柔らかくて美味しいです。ビールのおつまみやラーメンの具材などに最適です。チャンネル登録よろしくね。